しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。今日もイラスト動画をね、撮っていきたいと思います。今日のお題はムリネア。先日私がガチャ動画でね、見事弾けたということで、記念で描いていきたいと思います。ムリネアは可愛いよな。緑の馬とか言ってごめんなさい。ちゃんと可愛い鹿さんでした。早速下書きですね。これはやっぱりね、私は人を描くのも、前回の動画で曲線紙結び描いたんですけど、もう楽しかったんですけど、私はやっぱりこういうキャラクターが好きなので、キャラクター、人じゃないキャラクターが好きなので、こっちの方がね、すごいサクサク進んだような気がしました。馬じゃないんだね。いや、よく見たらめちゃめちゃ角あるっていうね。こういう人間じゃないキャラと人間のキャラ、どっち描くのが難しいって言われたら、これ結構ね、どっちもどっちなんですよ。一見こっちの方が簡単に思われがちですけど、カービィとかね、私よく描くんですけど、ツイッターにも載せてるんで見てください。カービィよく好きで描くんですけど、描いてると、じゃあ私も描くみたいな流れになるんですよ。結構その周りの友達とかが、絵描けない友達がしたら、いや、カービィなんて簡単だから私も描けるみたいなことをね、言うんですけど、大体描けないんですよ。いや、カービィだってね、素晴らしいバランスで出来上がってるわけですよ。一見丸だけの生物ですけど、バランスがあって完成してるんですよ、ああいう一見簡単に見える絵も。つまりね、アムリネアもね、簡単そうに見えてる方がいらっしゃるかもしれませんが、絶妙なバランスで作られているんですよ。だからどっちが難しいとかはね、ないと思ってます。どっちも難しいんです。どっちが得意かって話ですね。私はこっちの方が得意だし、描いてて楽しい。もう本番が気に入りました。13分で前回よりいい進みですよね。なので今回はね、頑張って色塗りまでね、行きたいなと思ってるんですよ。なんで結構スピードを上げて描いてます。前回の動画のコメントで色塗りまで見たいみたいなコメントをちょくちょくあったので、じゃあもうやりますよということで、フルカラーを目指していきたいんですけども、そうなると結構ね、時間短いですよ。1時間でフルカラー、描いたことない絵をフルカラーで描くというのはなかなか難しそうですね。果たして間に合うのか。この今自分で見て思ったんですけど、目から描かないんですね順番とか結構どうでもいいんだ。人の場合は目から描くのかな。全然意識してなかったな。いつ目描くんだろう、全然記憶にありませんけども、
うん、角かわいいよな、カラフルな角。まあ今カラフルじゃないですけど。あ、目描いたよ。ここで目ですね。顔の最後に目。また目がね、結構カラフルというか、で、可愛いんですよ。後で塗りますけど。私結構絵描くときにレイヤーを分けるんですけど、レイヤーっていうのはなんか層に、この線はここ、いや、なんて説明すればいいんだ層にできるんですよ、分けられるんですね、描く場所を。そうするとこのこっちの線は消したいけどこっちの線は残しておきたいみたいな時に、その線だけの、その線があるとこのレイヤーを選択すれば、選択して消せば他の線は消えないっていうね感じで使えるレイヤーっていうのがあって、それをね右側にあります、この右側にありますこれですね、これがレイヤーですね。これをめっちゃ分けるんですよ私。めっちゃでもないか、分ける人はなんか何百とかに分けるらしいですけど、私ね普通に書くと何50ぐらいにはなりますけど、名前をね変えるんですよ。例えばこれは目の線とか足の線とかね、ちゃんと名前をつけてレイヤーをね作っていけば、まあ普通に便利ですよこの機能は。けど、まあこうやってね急いでる時とかに書くと、もう名前なんてつけてる余裕がないんですよ。つまりどうなるかというと、つまりこの線消したいってなっても、どこのレイヤーにこの線があるのかがわからなくなって、めんどくさいということが起きます。そういう癖があってですね、やめたいなって思ってるんですけど、名前つけるのがめんどくさいんじゃ。あの液晶タブレットで書いてるんで、この本体のね、パソコンの本体はちょっと遠い場所にあるんですよ。遠いというかね、一個奥に。ちょっと手伸ばさないと、このなんだっけこれ、文字打つキーボードだ、キーボードに届かないんですよ。その手を伸ばすという作業がちょっと億劫になってしまう。あの絵に集中してるからさ。まあこんな話をしてたらね、下書きというか線画が完成しそうでもないか、いや完成しそうですね。36分、若干遅れてきてはいますけど、鍵の勇者、鍵ついてるんですね。かわいいよな、弾けてよかった。使ってみた動画も出てるんでね、それもぜひ見てほしいんですけど、強いんすよ。アムリ&ビネアかな、それも可愛いんすよね。お、終わったかな線が。
前回の曲線紙結びとはねまた違った線の描き方をしました。お、緑を塗っていく。いや、この一気に塗れる機能便利すぎん。ありがとう。自分でもこうやって書いていく過程をね振り返ることないので、なんか前回もそうですけど新鮮でしたね。自分で見てて私こういう風に書いてんだって、無駄な工程多いなみたいな絵描く方だったらわかると思うんですけど、多分すごい無駄な工程を結構踏んでる気がする。まあさっきのレイヤーの話もそうですけど、さあ緑を塗って、それからお角の色を塗ってきます。このレインボーもね大変でしたね。色を選ぶのが余裕があればちゃんと、もっとちゃんと色を選びたいんですけど、やっぱりね急ぎですから。これはでもまあ割と悪くないじゃないですかね。かわいいレインボー角。いやー、鍵の入社で言ったらさ、メギットも欲しいんですよ。ペンギン欲しいんですよ。ペンギン引けたらまたねペンギン描きたいんですけどね、かわいいし。他はフクロウとガオガオと、あと誰がいたっけな、忘れましたけど。さあこれは足の色。これね、この色ねちょっと失敗したんですよ。いや明らかに他の色と合ってない、濃い色を塗ってしまった。もう終わらせるのでね必死で、もう52分ですから必死で気づいてない模様ですね本人は。まあ終わることが優先ですから急いでいきましょう。目塗りますよ。かわいいお目目の色。あ、お目目じゃなかった、鼻だった。鼻がハートっていうキューティースイン目ですね。目も黄色とオレンジと青かな、水色。いや、かわいい。ちょっと濃い青も入ってて、うん、ハイライト入れて、顔にもハイライト入れて。いやもう緑は悪目立ちしすぎてる。これちょっと完成してから直しました。すいません、直させていただきました。さああと2分1分ですけど終わるんですかね。もう超特急ですよこの時。やばいって。あと30秒。さあパンツの柄が
間に合わないのか。あー終わってしまった。パンツじゃなかった、おむつだった。うん、角柄かけませんでした。で、完成がこんな感じですね。でちょっと色変わってんの分かりますかね、足の緑の色。すいません、ロール目立ちしすぎて気になったので変えました。でもこれで1時間でかけたのはな、結構ね満足いき、あ満足いく出来でしたね。今回はラムリネアでしたけど、どうでしたかね。色フルカラーバージョン初挑戦でした。よろしければ皆さんコメントをねお願いします。何でもいいんで、なんか書いてほしいキャラとかありましたらぜひコメントしてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。 Twitter もフォローしてください。それではさようなら。